ただいまご紹介いただきました山陽小野田市より参りました神宗自身と申します。我々が今から踊らさせていただく曲のテーマはおとぎ草子で語られている大江山の鬼の伝説のお話です。このお話は人間である源頼光が鬼を討伐するお話で、その際鬼と人間の命を懸けた腹の探り合いが語られています。登場人物は我々を大江山の鬼たち、お客様におかれましてはこの物語の主人公源頼光としてこの物語に一緒に参加していただきたいと思っております。お客様なくしてこの作品は完成いたしません。ぜひご声のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。六条悪大江山海北。ここは丹波の国大江山。いつものように鬼たちは都へ赴こうとしたある日のこと。これは何者か珍しい。この頃何も食うてないので腹が減っていた。ちょうどその時にこの愚か者は飛んで、今こそ思い知った、生き裂いて食おう。慌ててことを嘘するな。このように珍しい酒のことを私にするのはかなうまい。地産の酒がある時、我らもまた客層たちに酒を一個差し上げよう。Oh, no.
神宗地震の鬼のお話、四天王寺はいかがでしたでしょうか。それでは見てくださった皆様に礼。直れ、どうもありがとうございました。それでは神宗地震退場。神宗地震の皆さんでした。今一度大きな拍手をお願いします。